こんにちは。すごいですよ。買い物するだけで儲かっちゃう、そんなルートがモッピーで引かれました。というのはですね、モッピーとペイペイというののポイントがありますよね。で、モッピーポイントが貯まったらそれをペイペイに送って、ペイペイポイントにして、そのペイペイポイントで買い物するって流れ、私好きでやってるんですけども、そこでね、通販で買い物をよくするのがあのヤフーショッピングなんですよ。ヤフーショッピングだと私の買いたいもののほとんどがあるんで、食料品から家電から小物消耗品まで全てと言っていいぐらいヤフーショッピングで買ってるんですよね。で、今回ですね、そのヤフーショッピングを使う前に一旦モッピーのこのサイトを経由してポイントゲットってところをクリックした上でヤフーショッピングの方に行くと、おそらくその時だけじゃなくて多分ですけども、一回通過するだけで今後ずっとこれモッピーのポイントにですね、ヤフーで買い物をした分の 1% がモッピーポイントをどんどん積み重なっていくんじゃないかなと思いまして、そういうふうに計算してみようかと思います。獲得条件なんですけども、商品購入をして商品税抜きの金額が対象と。で、決済後に引き続き商品を購入する際は必ず上記バナーから再訪問、これ再訪問しないといけないんだ。ですんでね、こうなります。ヤフーショッピングで買い物する前に、まずあのペイなんですよ、モッピーに行って、モッピーのこの該当のところから一旦ですね、ポイントゲットってところを踏んで、その上でヤフーショッピングで買い物するといいんですね。危なかった。そうすることによって、例えば1万円買い物したら10円、まあ10円ですけどね、10円じゃ100円か、1%だから。だから100ポイントつくわけですよ。この夏、しかもヤフーのペイペイ祭りがありますよね、7月に。だから7月に今お伝えしたモッピーを経由して、でヤフーショッピングで買い物をするっていう流れを7月中にやっていくと、最大値でポイントがバックされますよね。もちろんペイペイ祭りのポイントもザクザク入りますので、これかなりの割引率になるんじゃないかなと思います。前回私ね、 49% 引きっていうの、 49% ペイペイバックっていうのを経験しましたんで、ザイグルが買えたんですけどね、今回もなんかいろいろ買い物してポイントどんどん貯めちゃおうかなと思ってます。なかなかいいですよ。ですんでね、これを忘れないでください。この7月はヤフーショッピングで買い物をするときは買い物してください。その前にモッピーを経由して、必ずモッピーの該当のね、下にリンク貼っときますけども、そこから行くようにしてください。で、その前にモッピーのまだね、登録が済んでない方はモッピーで登録をしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それでは本日は以上かな。はい、以上でございます。